優子40歳、大学1年生周りの子たち19歳が遊んでくれない、コリン大学。この人話題になるのうまいな。地雷のような存在だからやろう。晒されたらシャレにならんし。コリン星の石とかかわされそう。普通に親ほど年離れたり、子持ちでタレントだから誘いづらいだろう。まあ子持ちの女は遊びに誘えわな。芸能人って知ってる体で行くのか知らんと声かけた方がいいのか。しょうがない俺が遊んでやるよ。手のひら返しだと知られてるからでは。素人さんが話しかけてくるなってオーラ出してるくせに。今の時代大学なんか行かなくてもいくらでも勉強はできる。こいつは肩書きが欲しいだけだろう。大学生なんてタレントに尻込みするこのサイトにいるような影キャバかりなんだろう。田舎から出てきた勝手かけたとは人としてランクが違いすぎるからしゃあないわな。離婚成人、かなり年上だしタレントだし遊びに行っても気を使いまくりで疲れそう。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。